総額100兆円を超える2019年度予算案が衆議院を通過しました。論戦の場は来週から参議院に移ります。委員長報告の通り可決いたしました。2019年度予算案は衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決され、憲法の規定により年度内の成立が確実になりました。安倍政権のですね、不正に対する鈍感さ、そして数におごった傲慢さが出た予算審議だったと。予算案は週明けの月曜日から論戦の場を参議院に移しますが、野党側は不正統計問題の解明がまだ不十分などと主張していて、引き続き追及する構えです。